はい。タバコ好きな俺の喫煙動画。今回は、ペペの、リッチグリーン。こちらは 100% バージニアの無添加タバコとなっています。うん。無添加。容量が 30g。割と、手頃に買える、タバコですね。スモーキングのグリーンがついてました。これね。よっと。スモーキングのグリーンはあれだよな。コーナーカットのやつですね、これね。うん。コーナーカット。それでは吸っていきたいと、おー、明るい色。かなり明るい色ですね。ちょっと乾燥してるかな。ちょっと乾燥気味ですね、これね。シャグって結局、乾燥してるかどうかにも結構味変わってくるからな。ああ。結構乾燥気味の。ああ、乾燥してるね、ちょっとね。まあ、めんどくせえからそのまま吸うけど。フィルターはピュアの、スリムフィルター。乾燥するとやっぱり辛くなってくるんで、風味もちょっと強くなってくるとは思うんですけど。お、乾燥してる。これはちょっとあれですね、加湿して、吸わないと、なんか、あれですね、乾燥してる状態で吸っても、いや、意外とうまいかもわからん。まあ、ちょっとこれは怪しいですね。レビューとしてちょっと正当性があるレビューができるかどうか、怪しいですね。ちょっと怪しいですよ、これは。まあ、普通に吸うけど。はい。ということで、吸っていきましょう。あ、ペーパーはね、このね、チェの付属ペーパああ、重いぞ、これは。これは重いぞ。これ重いっすね。あ、甘さがある。うん。ゴールデンバージニアに比べると甘さありますね。酸味もあります。うん。あ、これ美味しいな。これ美味しいぞ。意外と加湿しない方が美味しかったりする可能性もある。うん。なんかね、ほんのりこう甘さがある。甘さが感じられるタバコですね、これはね。うん。これは美味しい。これは美味しいですね。うまい。うん。
そこまでそのゴールデンバージニアに比べるとそこまで酸味はないんですけど。その代わり甘さがあるね。甘さが。甘さがちょっと感じられます、これは。うん。なんか、どことなくこう、マイルドな甘さ。で、結構重い感じは受けます。喉と舌の両方でちょっと風味がね、感じられて、わりかし、これは吸ってると結構重いかもわからん。まあ、これは後で、加湿して、実際、加湿してみて、ちょっとあれだね。レビューをちょっと、いじくるかもわからないですね。評価をね、評価をちょっといじくるかもわからない。ああ、すごい。香りが強い。風味が強いっすよ。重い感じする。ああ、これはいい香りしますよ。ああ、バージニアの。ね、すごいいい香り。香りもやっぱ結構強い。おお、酸味が。鼻から出すと結構酸味がブワッとくるんですよ。で、肺喫煙すると、口内き、口腔喫煙もそうだけど、ほんのり甘さが感じられて美味しいです。おお、これは美味しい。これは美味しいですね。ああ。まあ、個人差で、あれだ、あるからな。加湿した方が好きな人もいれば、やっぱ、ね、ちょっと乾燥気味の方がうまいっていう人もいるとは思います。俺は後者かもわかんないですね。おお。いい香り。これも結構値段安いっすからね。30g しか入ってないんで、値段600円ぐらいでしょ。60円ぐらいかな、わかんないけど。ペペイージーグリーン。あ、660円ですね。イージーグリーンとリッチグリーンがありますけど。まあ、軽いのが好きならリージーグリーンで、重いのが好きならペペリッチグリーンあたりだと思いますけれどね。やっぱ結構重いですね。やっぱり、重い感じは受けますけれど。
結構下に、下でこう感じる味わいが結構あります。喉にもありますね。うん、でもこれは美味しい。酸味だけじゃなくて、やっぱ甘みもね、感じるんで、実におもし、面白いというか、で、結構重いっていう感じ。これは美味しいですね。四つ星です。ご視聴ありがとうございました。